私の家に。ほらキリト、そんなところに隠れてないでこっち来て。はじめっからね。そんなことより早く早く。座る場所はあるだろって顔ね。でもね、私が私の部屋でどこに座ろうと別に自由だと思うんだ。してたのかな。多分いろんなところで。ごめん、よく覚えてないの。私はキリトのこともっとよく知りたいな。こんな細い体なのになんであんなに強いのかとかすごく気になるし、ちょっと体を触っただけなのにキリト敏感だね。次って、ん？どうしたの？何だったの？なんだ、残念。じゃあ続きはまた今度ね。
よし。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 キリト君。よし。よし。よし。どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。ちょっといいか？よしよしよし。ちょっといいかな？よし。よし。Daddy.
私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。ポーションの在庫は、あれ？返信が来たぜキリト。俺の知り合いを当たった限りでは、今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけで、そもそも希少価値だもんね。その上、今76層に上がってきてるやつなんて、間違えて来しまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったら決まったものじゃないわよ。全くその通りです。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には、恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリノジよ。間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。
相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？